サイパルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。前回のエピソードでは、南半球にあるニュージーランドのクイーンズタウンへ星空ツアーに出かけました。今回は旭川市の冬の星空をご紹介しましょう。冬の夜空は宝石箱に例えられるほど色とりどりに輝く明るい星や星雲、星団が多く、とても賑やかです。南の空には3つの星を中心とするリボンのような星の並びが見つかります。ここにあるのはオリオン座です。オリオン座は一等星が2つあり、その特徴的な星の並びから鼓星として親しまれてきました。鼓とは伝統的な和楽器で、中央の紐を締めたり緩めたりすることで美しい音色を奏でます。オリオン座の中心にある明るい3つの星はオリオンの三つ星と呼ばれる二等星です。オリオンの三つ星よりも高いところにある赤い星が一等星のベテルギウス、低いところにある青白い星がもう一つのオリオン座の一等星リゲルです。またオリオンの三つ星の下には小三つ星と呼ばれる天体が3つあります。小三つ星の真ん中はオリオン大星雲と呼ばれる、蝶が羽を広げているような形をした肉眼でも見える三光星雲です。三光星雲は星と星との間を漂っている塵やガスが近くにある明るい星の光を受けて光って見えています。ここでは星々が誕生しています。オリオン大星雲はオリオンの衣装に取り付けられた羽飾りのようにも見えます。またオリオンの三つ星はベルトに施された三つの真珠ともされています。そんなおしゃれをしたオリオンはギリシャ神話では美しく腕の良い狩人です。夜空でもオリオンはたくさんの動物たちに囲まれています。オリオンの三つ星を結んで下の方へ伸ばしていくと、とても明るい星が見つかります。こちらは全天で一番明るい一等星、大犬座のシリウスです。シリウスはギラギラとしたその輝きから、焼き焦がすものという意味のギリシャ語が由来となっています。古代エジプトでは毎年シリウスが日の出直前に東の空から昇るようになると、ナイル川が氾濫を起こして農作業に役立つ栄養豊富な土砂が運ばれてきました。そのためシリウスの出現を心待ちにしていた人々は、その周期が365日であることに気がつき、シリウスをもとに暦を作ったそうです。日本ではシリウスはその青い輝きから青星とも呼ばれてきました。また北海道のアイヌの人たちはシリウスをつららの雫と表現していたそうです。冬の青空の下で太陽の光を反射してきらめく、氷を思わせるような
美しい星に見えていたのですね。さて、シリウスから上の方を見上げるとクリーム色の星が見つかります。こちらは子犬座の一等星、プロキオンです。プロキオンには犬の前にという意味があり、古代エジプトではナイル川の氾濫を知らせるシリウスよりも先に登ってくることから、この星も大切にされてきました。大犬座と子犬座はオリオンの手伝いをする猟犬とされ、猟犬たちの一等星とオリオンの一等星ベテルギウスが描く大きな三角は冬の大三角と呼ばれています。冬の大三角の中には夢に出てくると幸せになれるとも言われている伝説の生き物が隠れています。これは一角獣座です。一角獣座は幻の生き物にふさわしく、明るい星でも四等星で見つけにくいですが、冬の大三角の中にいるので、ぜひ探してみてくださいね。そしてオリオンの足元にはウサギもいます。たくさんの動物たちを従えてとても強そうなオリオンにはこんなお話があります。ベルトの真珠を結んで上の方へ伸ばしていくと、青く輝く星の集まり、プレアデス星団が見つかります。プレアデス星団はギリシャ神話では月の女神アルテミスに仕える7人の美しい姉妹たちです。オリオンは姉妹たちと仲良くなりたかったのですが、乱暴者と恐れられていたオリオンに追いかけられて、姉妹たちは逃げ出してしまいます。これを見ていた女神アルテミスは姉妹たちをかわいそうに思い、鳩の姿に変えて天にあげ星にしました。それでも諦めきれないオリオンは自らも星座となり、今でもプレアデ姉妹を追いかけているそうです。プレアデス星団は昔から世界各地で注目を集め、さまざまなお話があります。北海道のアイヌの人たちの間では、プレアデス星団は怠け星という意味のアルワンノチウと呼ばれ、オリオンの三つ星である働き者の三人の若者に追いかけられている怠け者の娘たちとされています。アイヌの人たちはアルワンノチウが東の空から登ってくる頃になると、鮭を取り冬支度を始めたそうです。そんなプレアデス星団の後に続いて登ってくるこちらのオレンジ色の星は、後に続くものという意味の一等星のアルデバランです。アルデバランは英語ではブルズアイとも呼ばれており、血走ったお牛の目にも例えられています。お牛座は神ゼウスが人間のお姫様に恋をした時の姿です。お牛座の角先では五角形の形に星が並んでいます。この星座は御舎座です。御舎座はギリシャ神話に登場するアテナの王様エリクトニュースです。
足が不自由でしたが、馬車を発明して戦場で勇敢に戦った王様で、動物好きでもあったそうです。御車座の一等星カペラはメスのヤギという意味で、王様が抱いている小ヤギの星です。そして御車座の近くで仲良く並んでいる2つの明るい星が双子座です。先に登ってくるお兄さんの星が二等星のカストル、後に続いて登ってくる弟の星が一等星のポルックスです。神話では神ゼウスと人間の王妃レダとの間に生まれた双子の兄弟です。弟ポルックスは永遠の命を持つ神様の子供として、兄カストルは限られた命である人間の子供として生まれます。ある日、兄カストルは戦いで命を落としてしまいます。弟ポルックスは自分の永遠の命と引き換えに、兄と一緒にいたいとゼウスに願います。そこでゼウスは、一日の半分は人間の世界である地下で、残りの半分は神々の世界である天上で暮らせるように、二人を星座にしたと伝えられています。さあ、冬の星座たちをご紹介してきました。今ご紹介してきた星座たちの7つの一等星のうち6つを結んでみましょう。お牛座のアルデバラン、オリオン座のリゲル、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオン、双子座のポルックス、御車座のカペラ、これらの一等星から作られる大きな六角形は冬のダイヤモンドと呼ばれています。空が晴れている日には暖かい格好でぜひ探してみてくださいね。次回は色とりどりに輝く星々の誕生から終わりまでについてお話をしましょう。今日はサイパルチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。